本気ゲームズレディーゴー。こんにちは、こんばんは、トンキンです。2023年10月7日から11日の5日間、昨年に引き続き今年もトンキファミリーで東京旅行をしました。今回の旅行、最大の目的はロックバンドソフィアの特別なライブ、獅子に翼5に参加することです。とはいえ、旅の道中いろいろな出来事がありました。今回の動画ではライブの様子や東京旅行の様子を紹介していきます。それではレディーゴー、楽しんでいってね。1日目、1年ぶりにやってきました新千歳空港。昨年よりも1時間早い飛行機を選びましたが、トンキファミリーも東京旅行に慣れてきたのか、余裕を持って空港に到着できました。飛行機に乗るのも慣れたもんです。飛行機の窓から見る空も綺麗でしたよ。1日目は空港から東京モノレール臨海線と乗り継いでお台場に向かいました。公共テレポート駅では荷物をロッカーに預けようとしましたが、どのロッカーも埋まっていました。いやー、東京ってロッカーがたくさん使われているんですね。結局ダイバーシティのロッカーに預けてお台場観光を開始。タイミングが良く、目の前で巨大なガンダムが変形するところを見れて、とても感動しました。他にもフジテレビの球体展望台に入ったり、自由の女神を見たり、お台場観光を楽しむことができました。とんかつトンキで夕食、昔トンキパパが出張していた時、偶然通りかかった私トンキと同じ名前のとんかつ屋さん、とんかつトンキ、有名な老舗らしく、ずーっと行きたかったのですが、とうとう行くことができました。丁寧に調理されたとんかつは少し剥がれた衣が特徴的で美味しく、また豚肉もしっかり味わいが出ていました。店員さんに札幌から来たと伝えると、笑顔で写真を撮らせてくれました。それがこちら。帰る頃には店内がお客さんで大にぎわい、とても人気なお店ですね。この日の夜は舞浜のシェラトングランデ東京ベイに泊まりました。2日目、この日は1日中ディズニーランドを楽しみます。ウエスタンリバー鉄道、今回のディズニーランドではビッグサンダーマウンテンに乗ろうって意気込んでいましたが、いきなりビッグサンダーマウンテンになるのはちょっと不安ということで、肩慣らしにウエスタンリバー鉄道に乗りました。ジャングルの動物たちや原住民を眺めたり、他のお客さんに手を振ったり、列車からの景色を楽しみました。ビッグサンダーマウンテン、私トンキ初めてのジェットコースターです。ディズニーランドで人気なアトラクションと聞いていたので、きっと楽しんだなと思ってましたが、実際に乗ってみると急降下や急カーブが何度もやってきて、もう声で笑ってしまうほど楽しかったです。その後も
スティッチ園カウンターやシンデレラ城スプーキーブーパレード。お昼ご飯はクリスタルパレスのバイキングを楽しみます。夕方はホーンテッドマンションに挑戦です。去年のディズニーランドではホーンテッドマンションが満員で入れなかったのでリベンジですね。ゴーストのいたずらで暴れる椅子に乗りながらナイトメアビフォークリスマスの世界観を楽しみました。そして最後はスペースマウンテン、トンキとトンキパパの2人で乗ってみました。いやちょっとね、正直スペースマウンテンは怖かったです。真っ暗の中でビッグサンダーマウンテンよりもたくさんの急降下、急カーブ、急停止があったりして、ずーっとやばい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 って叫んでました。2回目のディズニーランドでしたが、去年の経験を生かして今年は上手に園内を回れたこともあり、たくさんのアトラクションを楽しむことができました。3日目、舞浜から横浜へ、千葉から神奈川への大移動でしたが、特に問題なく移動できました。そう、関東での移動はやっぱりスイカが便利ですよね。獅子に翼5のライブ会場へ。12時ごろライブ会場横浜系アリーナに到着。早速グッズ販売の列に並びました。ゴー！残念、欲しかった獅子に翼5の T シャツはゲットできず。ソフィアンズの皆さん、よかったらトンキにプレゼントそうライブ会場には獅子に翼1から4の看板が飾られていました。めっちゃかっこいいですね。3時になり横浜系アリーナに入場です。今回のライブ、トンキファミリーはエターナルシートというソフィアファンクラブ限定のチケットで参加しました。そのエターナルシートの特典としてこちらを見てください。こんな感じです。見えますかね、めっちゃかっこいいですよね。なんと今回の獅子に翼ハイを記念したネックレスをいただきました。シンプルでかっこいい永遠の宝物です。そして16時、獅子に翼5は開演です。トンキファミリーの席は前から12列目、内側から通路が近い席です。横浜 K アリーナの会場のおかげか、四方八方から歌声が聞こえてきて、昨年の復活武道館の時よりも迫力を感じました。また9月の苫小牧未来フェストでもトンキファミリーは最前列からソフィアを見ていましたが、その時よりもソフィアとの距離が近く感じました。最後のエターナルシート限定の挨拶ではソフィアのメンバー全員が会場内の通路を歩き回ってくれました。メンバーが目の前を歩いた時、トンキファミリーを見てくれたこと、またあの時の三浦先生の笑顔はずっと忘れられません。行ってみたいと思います。ラジオネーム北海道札幌市のトンキゲームズくん、12歳の男の子。12歳、小6やん。この日は横浜レイホテルに泊まりました。4日目、横浜中華街で朝食。せっかく横浜に来たので、この日の午前中トンキとトンキパパの2人で
横浜中華街を探検しました。またトンキママは渋谷原宿へお買い物に向かいました。到着した時間が早く、まだ開店してない店も多かったのですが、10時頃から少しずつ店が開店し始めました。トンキは香港ヤムチャ最有機に入り、小籠包やアヒルの炭火焼きを食べました。どちらも食べた瞬間、口の中に肉汁が広がり、めっちゃもーなお味でした。任天堂東京でお買い物、横浜中華街で朝食を食べた後、トンキとトンキパパは渋谷の任天堂東京へ向かいました。任天堂東京ではオリジナルの T シャツやクッキー、またスプラトゥーンのロッカーを買いました。それがこちら。はい、このスプラトゥーンの靴の中にはまあ5種類あるんですけど、その一つのうちにはシークレットもあるっぽいのでね、早速開封していきたいと思います。何やらね、表紙に書いてるんですけど、この靴の箱が入ってるみたいですね。よし、開けていきましょう。あ、来ました。おちゃんとしてる。すごい、これミニチュアで可愛いな。はい、スプラトゥーンの模様が入っていて、さあ5種類のうち何が出るかな。開けていきましょう。カモーン。お、紙に包まれていて、お、来ました。おー、はい、これは何の種類でしょうか。これはトンキが当てたのはこのピンクビーンズですね。3番目のやつです。わー、これすごいね、かわいい。おーおーおー、はい、靴のデザインもちゃんとして、はい、中も裏面もちゃんとしていますね。すごい、これかっこいいしかわいいし、これ最高じゃないですか。渋谷スカイで緊急事態発生。13時ごろ、トンキママと待ち合わせをしていたのですが、トンキママから緊急のメッセージ。充電がない。このメッセージを見たトンキとトンキパパは心底困りました。まさか旅行中、人だらけの渋谷で連絡が途絶えた。トンキパパは渋谷スクランブルスクエアに来てから連絡を返しましたが、その後トンキママから返事は来ませんでした。猛烈に忘れまくるトンキ、とりあえず渋谷スクランブルスクエアにトンキママがやっていることを知って。と、その時です。トンキの目の前をトンキママが通過しました。慌ててトンキママを捕獲するトンキ。奇跡が起きました。無事にトンキママと合流することができたのです。その後の渋谷スカイからの景色。いろんな意味で良かったです。この日は東京ドームホテルに泊まりました。5日目、日本橋から銀座へ東京ドームホテルをチェックアウトし、お土産を買うため日本橋にある千引屋本店や銀座にあるノアルブールに向かいました。その時通りかかった銀座の時計ミッキーがこちらです。針がミッキーの手になっていますね。東京から札幌へたくさんの思い出を作ってくれた東京、これからの活動を表明してくれたソフィア、あ
ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。